いておりますよ。あ、フェードアウトしてしまったの。もうそのまま流しておいてもようございましたかな。この次第のディスプレイでございます。よいさあ皆様、待ちに待ったこの晴れ模様がついに顔を出しました。皆様ありがとうございます。さあこれより私立花雷霧丸による学会パフォーマンスを行います。よかったら奥の方におるお客人ももっと近くを寄ってくださいませ。さあ始めてまいりましょうぞ。私、立花雷霧丸とは、そちらにござりまする立花家資料館のミュージアムキャラクター、いわゆるこういったものでございまする。私はこのように人の姿をしておりまするが、人間ではないということは頭の中に置いておいてくださいませ。私は立花家のご神道の下神、雷霧丸の、まあ、いわゆる妖精さんといったところでございまするが、今現在、刀剣展を開催中、すなわち、私の本体が立花家資料館の入り口に最も近いところに浮上しておりますゆえ、皆様ぜひ会いに来てくださいませ。ありがとうございます。皆様もし初めてではございませんか。ご覧くださいませ。私のこの白装束に日光が当たっております。キラキラ、ついにこの時が来ました。まさに姉方のといったところでございました。私がついにこのように晴天を迎えることができたのでございます。一月もかかりましたな。私はこの姿となりまして、もう優に一月は超えております。6月から確か私は6月の6日でございましたか、水の里ホールのイベントにて私は姿を改めたのでございますが、あいにくその時も雨、そして翌週のおもてなしの際も雨、そのまた翌週も雨、そのまた次も雨と、一体いつまで雨に見舞われてしまうのでございましょうかと思っておりましたが、本日7月の6日はご覧くだされませ。風が気持ちよございます。ようやく夏が来たといった実感を覚えております。私立花雷霧丸、さあ、では私のことを知っておるぞというお方はどれほどおられますか。手を挙げてみてくださいませ。さあ、ありがとうございます。では私のことを知らないというものに今一度私の自己紹介をさせていただきます。私、立花雷霧丸はこのように人の姿をしております。しかし、人間ではないということを頭の中に置いてくださいませ。私、立花雷霧丸とは立花家を代々守ってまいった立花家の御神道の化身、雷霧丸などでございます。つまり私は刀でございまして、今流行りの刀剣男子にございまするな。良き笑顔をありがとうございます。やはり刀剣男子とは今の言葉で最もメジャーなものなのでございまするな。そう、そして私雷霧丸は、まあ、いわゆる皆様に最も分かりやすい例えをいたしまする、幽体離脱といったものでございます。私の本体雷霧丸から私の魂が抜け出し、どこぞの斧の中に入ったものが今の私でございます。すなわち皆様が見ておるものは私の本体ではなく、偶像のようなものでございますが、私の本体は
館内より入ってすぐのところに皆様をお待ちしておりますので、ぜひ立花騎士寮が行ったぞというお方おられますか。ありがとうございます。私の問題分かりましたか。ありがとうございます。いかがでございましたか。ありがとうございます。そう、そのように私はどこから見ても間違いなく分かる。むしろどの刀を並べても私の本体はすぐに分かると思います。それぐらい立派な刀でございまして、ぜひとも皆様には見ていただきたいと思います。さらに今現在刀剣展ではなんと国宝である義満様、そして重要文化財である長光様など、数々の立花家の至宝を展示しておりますゆえ、皆様にはぜひ見に行っていただきたいと思います。ぜひともこの後立花家資料館にお越しくださりませ。そして皆様、本日の13時30分から私による案内解説も行わせていただきます。ぜひともそちらにもお越しくださりませ。さあ、ちょっと喋っておってもあれでございまするからな、私のことを少しばかり知っていただいたと思いますゆえ、これより私による名乗り口上を披露いたしたいと思います。自己紹介を交えた演舞のようなものでございますが、それでは皆様とくとご覧あれ。
そして次でござりまする、少々難しいでござりまするぞ。お次はこちらの我らが橘家の家紋祇園守り紋を体現いたしまする。では参ります。まずは皆様、皆様で言うと左手にござりますが、左手からこのようにグーを作ってくださります。1、2と。そしてお次は右手も同じように3、4。ここは守り札のクロスをしておくところを表しております。わかりますか。そして皆様、ここが難しいございますと、パンとこのようにできておりますか。そしてこの開いておる手を手首に持ち替えながらグッと前に出します。そしてパッと開いて全開の笑顔でスッと首を振るのでござります。さあもう一度参りまするぞ。1、2、3、4、5、6、7、8。ぜひともやってみてくださいませ。突然来てびっくりいたし申しましたよな。これより演舞を行いまする。そちらで皆様と共に踊りまするから。さあ参りまするぞ。では最初からやってみます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。少々スピードアップいたします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。最後にもう一度スピードアップいたします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。これができれば十分でございます。では皆様共に盛り上がってまいりましょうぞ。本日の最終演舞は雷神。さあ皆様手を押して盛り上げてくださいませ。先ほどレクターいたしました場所は私がせーのと申します。私がせーのと申したら皆様共に先ほどの首を踊ってくださいませ。なんでしまいました。もし元気しておりますが、さあ皆様本日の最終演舞、ぜひとも写真機にその姿を撮れ、共に盛り上がってまいりましょうぞ。では皆様、以上をもって本日の演舞はしまいでございます。
本日のと申しまするか、正確には午前の部の演目は以上でしまいでございます。この後、13時30分より、あちらの立花家資料館内で館内ツアーを行わせていただきまする。私による、私、刀剣来金丸による刀剣の解説でございます。刀剣が刀剣を解説しておるものでございますね。このような不思議な刀剣を見たいというお方はぜひ、13時30分までに立花家資料館入り口にお待ちくださいませ。あ、中に入っておいて構いませんからな。さあ、そして、あれでございますな。皆様、先ほども申しました、七福神祭り。七福神とは皆様ご存知でございますか。あ、知らんというお方がおられますな。7人の神様がおられまして、あ、ちょうどよくございました。そちらをくださいませ。さあ、申し訳ございません。8月の3日と4日には七福神祭りという、ここお花でもかなり盛り上がるお祭りがございまして、そちらにも私、出陣させていただきます。ちなみに、2年連続の出陣にございまするが、今現在、前売り券をあちらのお花のホテルの入り口と申しますか、なんと申しましたかな、受付をするところでございます。フロントにね、前売り券を販売しております。そして、前売り券をご購入なさった方には、この中から、私のブロマイドを1枚差し上げることとなっております。いろいろございまするからな。七福神とは、この7人の神様でございます。7人の福の神と書いて七福神にございますから。ぜひ皆様、七福神祭りに来ていただきたいと同時に、私のブロマイド、あまり数はございませんからな。ぜひ皆様に、その手に取っていただきたいと思います。ぜひとも私のブロマイド、よろしくお願いいたしますと。そして、七福神祭りにてお会いいたしましょうと。という告知を挟まっていただきました。申し訳ございません。さあ、いよいよ風に煽られておったのでございますが、上を向いて歩こうといったそういったところでございますが、今週はずっと上の鳥を見てしまいますが、まあ、ようございます。ぜひとも皆様よろしくお願いいたしますということで、私による午前の部、館外パフォーマンスは以上でございます。この後、皆様の表足へと移りますので、ぜひとも私と共にお写真を撮りたいというお方、私をお写真で撮りたいというお方、ぜひともお声かけくださいませが、よろしくお願いいたします。それでは、午前の部、本日は誠にありがとうございました。皆様からのお声掛けお待ちしております。実物は今私も初めて見たことがありますが、なかなか用意できるようになります。もちろんお金はいりませんが、私のブロマイドをくださいと一言申してください。出なければ私のブロマイドは来ませんから、よろしくお願いいたします。さあ、それでは皆様、ぜひともお声かけくださいませ。もちろんでございます。さあ、では共に参りましょう。麦わら帽子が似合っておりますが、夏にぴったりでございます。さあ、ではお待たせ。さあ、めちゃくちゃ見た腰の方だけど目の前にます、はい、さあ、私に届けてくださいませ、はい、せーの、立花家パワー。さあ、ということで私はこれにて退出でございます。また午後お会いいたしましょう。本日は誠に2度目のありがとうございました。では、正真正銘の退出でございます。では13時30分からお待ちしておりますから、13時30分より私による立花家資料館の館内解説、ぜひとも皆様お越しくださいませ。ありがとうございました。